はい、皆さんこんにちは、アムティ先生です。今日は日産のイベントに来ております。見てください、すごくないですか。めちゃくちゃ広いんですよ。見て見て、見える？とんでもないところに来てしまいました、はい、ヘリテージカーデザインワークショップ日産×アムティ先生。50席すぐに満席になったみたいで、立ち見の方もいらっしゃいますね。はい、よろしくお願いします。皆様もなかなか自分で絵がうまく描けないっていう人たくさんいらっしゃると思うんですけど、こうやって縁からなぞっていくといいですね。スライドして横にスライドするとどれぐらい塗りつぶしますかっていうのが、自分のオリジナルの模様を作っていきます。で、タイヤとかにかかっているやつは消します。後でこれで完成ですよ。皆さんここで個性を出してください。すごくないですか。すごいしか言うてない。すごかったんですよ。もう実はですね、もうセッションが終わりましてですね、終わってもう2回セッションをやらせてもらって、どちらももうめちゃくちゃたくさんの人来ていただいて本当にありがとうございました。ここにあるね、車のイラスト、あれ見えますか？ヘリテージカー、ヘリテージカーでございますね。はい、もうめっちゃいい感じにみんな描いてもらって、もうありがとうございます。こっち見るとさ、こっち見るとね、だん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 見えますか？あれ、みんなが描いた絵をですね、飾ってくれてますね。すっごいみんなね、上手に色も模様もつけてくださって、いい感じにできました。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。実はですね、もう一日あるんですよ。もう一日、今ね3月なんですけど、なんと4月にも同じイベントを開催いたします。パチ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 、あ、手が塞がってます。パチ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 、4月の2日でございますね。今回ね、イベント告知が1週間前だったので、ちょっとお仕事があってもう行けないよみたいな感じで結構言われちゃったので、ぜひ来れなかった人4月に来てください。4月の2日、まだ春休みでございますので、ぜひ13時の枠と15時の枠がありますので、先着50名様ですね。早く来てくださった方から席に座れるって形になってですね、90分前から並べるんですけれど、今日もうすぐすごい並んでて、あっという間にその整理券というんですかね、もう完売してしまったということで、なので、まあ、ちょっと早めに来てもらえると嬉しいなと思うんですけれども、新学期にね、絵の描き方最後学んでもらって、新学期の4月を迎えると、ちょっとアムティ先生終わりたてでですね、アドレナリンがすごいことになっておりまして、ちょっと興奮しておる。もうさ、日産のギャラリー見ます？とんでもねえ、でかすよ。見て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 、まあ、今回ですね、ちょっとドライブデートということで、ポニテで参戦させていただきました。4月2日、また全然違うコーディネートで参戦させていただきますので、記念撮影ね、この車の前でみんなとさ、記念撮影したから、皆さんもですね、ぜひ遊びに来てください。で、この日産ギャラリーのこのアミティ先生ブースみたいなのは、なんかしばらくあるんですって。今回来れなかった人も、なんかちょっとここで映像が流れてて、で iPad も用意してくださってるから、アミティ先生がいなくても
こうブースで楽しめるみたいな感じになっておりまして、もう日産がアミティカラーになっておりますので、はい、遊びに来てほしいなと思います。で、もう一つあるんです。もう一つ、なんとね、最近アミティ先生プロクリエイトのチュートリアルたくさんしてるじゃないですかね。こうやってイベントとかでもさ、プロクリエイト、プロクリエイト、プロクリエイトって言いまくってたらですね、なんとプロクリエイト様からお声かけをいただきました。はい、プロクリエイトとコラボしてちょっとブースを立たせていただくことになりました。これちょっと日産とは関係ないんですけれども、もうあとちょっとなんですよ。来週の日曜日26日ですね、アニメジャパンって皆さん知ってます？アニメジャパンっていうイベントですね。本当にアニメちょっと私も行ったことないですけど、アニメジャパンっていうブース、イベントがあって、でそこにプロクリエイトのブースが新しくできるんですって。新しくって今回だけかな、だけは分かんないですけど、そのプロクリエイトのブースができるんですって。でそのプロクリエイトのブースにアミティ先生立ちます。プロクリエイトの方からですね、ぜひアミティ先生ブースに立ってくださいということで、立たせていただきますので、26日の朝ですね、午前中に、そのアニメジャパンのプロクリエイトブースにおりますので、ぜひ遊びに来てください。何でも質問答えます。プロクリエイトの質問を答えます。キャリアの相談でもイラストの相談でも、何でも答えますので、ぜひ来てください。はい、26日ね、また東京来ますので、どんだけアミティ先生東京来て、もう京都ほとんど住んでないみたいな感じになってますけれどもね、もうね、健康第一でやっていきますので、もう熱出てしまいましたけれども、熱出たのはね、もうプロクリエイトとか日産とかアップルとかね、もうちょっといろいろあって、もう興奮しすぎてですが出てしまいましたね。はい、元気にやっていきたいと思いますので、ぜひね、どれでもいいので来てほしいなと思います。日産は4月2日、プロクリエイトは26日でございますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということで今日はこんな感じで以上になります。バイバーイ。